初めての神社御札編。神社のお札は神様の御霊が宿った神聖なもの。一年の平穏を願い、家庭の神棚にお祭りします。お札は神社の社務所で受けることができます。神社に訪れたら神様へご挨拶を。まずは拝殿で参拝しましょう。こんにちは。社務所では神宮大麻と神社のお札が頒布されています。神宮大麻は日本の総氏神である天照大神様のお札で、全国の神社で受けることができます。お願いします。お預かりいたします。2200円のお納めになります。はい。お願いします。お預かりいたします。お札は神様から授かるもの。大切に丁寧に扱いましょう。お札は家庭の神棚で大切にお祭りします。ご神前で柏手を打ち、日々の平穏と前向きな暮らしを願いましょう。静岡木工、神棚の里。